確かローランドさんによると今日から HAND がスコット前哨基地に責任者を派遣するんだったな。それで彼女が助っ人を欲しがっていると、今日はもう一度前哨基地に行ってそのオフィーリアという責任者と会おう。この人か。あら、眼帯のお姉さんかっこいい。てんてんてん、はじめまして。無口やな。イヤホンでもつけてるのかな。なんか前にも同じようなことが。もうイヤホン。こんにちは。うるさい、聞こえてるわ。タイをフォロー行動部のブリーフィング中よ。これは最優先事項だから。ローランドさんの推薦してきた人員かしら。助っ人がいると聞いた。その通りよ。我々は要警戒エーテリアスを狩る。ふむふむ、以上よ。もっと詳細とかは。シンプルとは間違いようもないということだから、まあ、確かに一理ある。妖警戒エーテリアスを狩る、任務目標と難易度、必要な情報が十分に含まれてるわ。これ以外の情報について対フォロー行動部が、民間人に開示する義務はないわ。心理的な慰めが必要ならこう言い換えましょう。最近05フォローの研究エリア付近で要警戒エーテリアス数体の痕跡が発見された。安全上の理由からこうしたハイリスクなターゲットの排除は最優先事項となっている。これらのエーテリアスは活動範囲が広く、危険なため、任務の成功率を上げるためにも民間から実力のある参加者を募っている。私に関して言えば、名前はオフィーリア。対フォロー行動部からスコット前哨基地に派遣されてきた責任者。私のチームは主に前哨基地の保安を担当するわ。これにはホワイトスター学会、研究者の安全確保も含まれる。確かにそんな長く喋れた。なんか文字数制限があるんかと思って、とにかくチームの実力に自信があるなら私のところへ。それと当然ながらもう二度と大声で叫ばないで。なんだこの人。民間人が参加できるのは現時点でこいつの討伐だけだよ。要点は HAND がもうまとめている。HAND じゃハンドかこれ。今回の狩りのターゲットは地下鉄の奥深くに救う2種の形態を持つ不気味な巨獣だ。行動中、凍結、血統、支援スタイルのレゾブレムを獲得できる。初生のデッドエンドプッチャー。専属報酬の獲得回数は、週ごとに限りがあるわ。気をつけて。回数が尽きたら、追加の任務に挑んでみて。こちらも報酬として相応のディニーを用意するから。これか。報酬はこれで十分でしょう。はーん、なるほど。まあ、一回行ってみるか。この前ね、エレンを引けたんだけど、ね、エレンと双角が相性いいらしいのよ。でもね、この二人を組ませたら、あれができねえんだよね。ここでね、この二人がね、氷やん。だから氷のやつが入れたいんだけど、氷はいない。で、なんだっけ、これは。ちょっと待って。これか。ビクトリア火星と、タイフォロー特別行動部第6課。この二人がね、なんかまともなのがいねえんだよね、これのやつが。ビクトリアの方はね、カリンがいるんだけど、強行なんだよね。同じなんだよ。だから、ちょっと役割被っちゃうかなってことでさ、ちょっと、全然発動してんだけど、撃破のクレタ入れてるわ。まあ、これで、まあ、ギリいけるだろう。あら、かわいい。レゾブレム。ああ、これか。凍結、かわいい、霊感パッド。エージェントの与える氷属性ダメージが 15% アップ。トンファー、ブレイク状態になるとブレイクの継続時間 10% やろ。反応装置が極限支援を発動した時にチームの全体の状態上蓄積効率が 20% アップ継続時間10秒。まあ、せっかくだし、この霊感パッドもらうか。はいはいはい。はいはいはい。はい。えい、ドン。そっか。あれだ。安藤じゃねえわ。
クマがいねえ。クマがいないから、あれだ。なんだっけ。クマがいないから、クマがいないから、なんやったっけ。あれだ。ようわからん、変なのができねえんだ。ここ。ちょっと待って。確かね、ダッシュして、長押しだっけ。おお。で、ダッシュして、長押しで、で、これで、最大強化みたいな感じだった。よね。はい。よいしょー。で、双角のスキルを使わないといけないんだよな、確か。まだ慣れてないんだよね。ここ。おーい。三、ドン。おい。で、ここで長押しして、こうして、おーん。で、こうして、これ2回使うとどう？あーん、ちょっと。まだね、分かってないことだらけ。ここ、ほら。ここ、オッケー。ここ。ここ。ここ。ちょっと待って、もう使うか、これ。よいしょー。で、これでもう一気に溜めちゃうと。はい。はい。はい。で、双角で、この、旗揚げ、これの状態だと、次のやつの攻撃が強化されるらしいんだ。だから、双角の後に、エレンらしいわ。で、こう、かっけー。あうち。今さっきダッシュ、長押しの状態でなんか回避のやつ出たよな。え、これダッシュ、長押しでもいいのか？めっちゃ、便利？ここ、オッケー。ぐるぐるぐる。トントントンで舞い上がって、バン！ここは！あう！で、ポン、ポン、ポンの、で、ぐるぐるで、この状態で、あれ？今ので合ってる？違うか？必勝。必勝。ここ。あ、行って行って。おー。はい、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 はい。よいしょーっと。ひとまずこいつのゲージを、あ、行った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 。ここ やばい、1とかしか食らってねえ。どんだけ硬いんだこいつ。で、これで旗上げてる状態だから、この時にエレンに交代で、こうして、で、エレン使うか。かっけー。で、2回押してらしいわ。あ、いった。あれ、今のは回避できねえのか。はい、はい。あ、いって、待って。クレタでため、はっ。あ、いって、いって。なんか攻撃のあれが出ねえやつは何なんの。ずるいじゃん、それ。シンプルに。それずるいじゃん。もう一回だよね。ずるいじゃん。てか、やば。双角以外の HP が。はい。ぐるぐる、ドン。で、エレンに変えて、バフをもらって、で、ハサミじゃねえわ。包丁。で、ほうほうほー。よいしょ。かっけ。はい、はい、はい、うん、うん、うん。いや、ちょっと待って、強すぎ。1、2、3。おー、お前で締めるんかい。Sでいいの今の。
もう意外とむずいな、エレン。まあ、慣れるしかないのか。対捕狼行動部の妖精狩り作戦の内容は大体わかった、任務情報から見てオフィーリアの説明は本当だったらしいな。スコット前哨基地の件も一件落着したことだし、まずは家に帰ろう。お兄ちゃん、お帰り。どう？スコット前哨基地ではうまくやれた？対捕狼行動部からの任務を受けた。05フォローの外部調査チームって立場になってから、ずいぶん仕事の幅が広がったね。そもそもさ、私たちのインターネットアカウントってもうすぐ昇格するんじゃなかった？お兄ちゃん、時間があるときにアカウントレベルと観測データ収集の進み具合をチェックしてよ。この進み具合だと、伝説のプロ棋士達成のインターネット最速記録をまた更新しちゃったりして。やだ、もうまたとかどういうこと？後半どうした？そっか。それも当たり前か。で、何するんだい？我が友よ、実はな、俺はちょっと驚いているんだ。あんたができるやつなのは知っている。とはいえ、こいつはちと早すぎないか。早いって？本当にわからんのか。まあそうだな、こいつは DM で話すような内容じゃない。こうしよう、今ちょうど今暇なんだ。いつものところで会わないか。こっちは暇じゃないこっちは暇じゃない。本気か、大事な話なんだがな。確かに普段なら小粋なジョークも飛ばすが、仕事の話で冗談を言ったことはないだろう。珍しく句読点で締めてるし、真剣さは伝わったよ。まあ、わかったよ。心の奥じゃわかってたぜ。おっさんを信じてくれるってな。それじゃあまた後で。了解。六分街はいい。こんなところに住めるあんたらが、心底羨ましいよ。毎日ここのコーヒーが飲めるんだからな。チェーン店なんだか。そっか、ここチェーン店か。なんだかんだまだおこちょまだな。コーヒーってのは場数を十分に踏まないと、その奥深さってのを理解できないんだぜ。はいはい。で、用事は？やれやれ、いつもそうやってすぐに本題に入りたがるな。俺たちの友情はそんな冷めたコーヒーみたいなもんだったのか。もうキンキンよ。いつも忙しいが口癖なのにかい？ふん、それじゃあ聞いてもいいか。オタク最近インターネットのレベル上げも、ホロー観測データの収集も、えらく爆速ではかどってるじゃないか。特にホロー観測データの方だが、得意だってのは前から知ってたが、それでもあんたがアカウントを新しくしてからの収集スピードは、手元にまだデータの蓄積があった頃のあんただって、新規でデータを集める効率は今ほどじゃなかっただろう。わかってるね。フェアリーの存在を。2周目だからね。おっさん、こう見えて勘のいい方だからな。そうだな。強いてこの感覚を言葉にするなら、あんたには神様がついているなってことか。ま、別に言いたくないってならそんだけでもいいさ。やっぱ気づいてんな。まあいいさ、今日は他でもない2度目の明星昇格試験に進めるぜって伝えに来たんだよ。明星昇格試験って前のなんだっけ。おいおい、何を気にしてるんだ。おっさんだってな、まだまだ好奇心は枯れちゃいないんだぞ。これはあんたへの信頼の裏返しさ。何もしやしない。実際何も聞き出せなかったしな。ただの世間話さ。このご時世、信頼できるパートナーがどれだけ貴重かは分かってるつもりだ。真面目な話をしようぜ。二度目の明星昇格試験についてだ。世間話、ね。もしもし、初回をパスしたとはいえ、まだまだ明星昇格試験は重要だぞ。あんたのインターネット名声が上がれば上がるだけ、おっさんも儲かる依頼を紹介できるようになるわけだからな。ほれ、おっさんに聞いてくれてもいいんだぜ。次の試験内容は何だってさ。エーテリアスの相当だろ。ピンポン、大正解だ。つまり前回と同じだ。とはいえ、昇格の、段階が、上に行くにつれて、試験も厄介になっていく。あんたでもまるっきり手を抜いて挑むわけにはいかないだろうな。ま、せいぜいマジになってくれや。そうすれば万事問題なしだ。だろ？もちろんす。
ああ、ちょっと待って、なんか喉に引っかかった。はあ、それじゃあ無事昇格できることを祈るぜ。頑張りな。昇格プロ棋士の道2。かわいい。これさ、行く前にちょっとムってなるのがいいよな。てか雨降ってんな。え、ホローの中って雨降ることあるんだ。雷も鳴ってるし。これなんか相手凍結しやすいとかない？さすがにないか。原神と違うし。はい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 、ドン。アウチ。この敵ね、地味に嫌いなんだよね。私がやる。トン。双角に変えてバフをもらってエレン。強いなエレン、やっぱり適当に使っても強い。はいはい、これあいっ、はいはいはい、ドン。おお、トン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 。そうかく。で、エレン。はいはいはい。ドン。で、ダッシュして、長押しだよな。あれ？出てこん。あ、出てきた。はい。てか、双角のこれ、貯めとくか。はいはいはい、よいしょっと。でこっちで殴って殴って殴ってポン。ドーン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 。そこ違法工事。で双角に変えて旗上げさせてエレンと。多分これでいいんだよな。はい。はいはいはい。で、スタック貯めて、貯めて、ボンボンボン、ぐるぐるボン。そうか。お悩み、お悩み、飛んでけ。ドイン。私はチョキ、あんたはパー。私はチョキ、あんたはパー。これが一番好きかもな。おーい、強い。あと一体ぐらいか。お、おー、またでっかいの出てきた。でっかいロボ好きやね。ドン。ドン、ドン、ドッカーン。え、はい。はい、よいしょー。はい、ソウカク、エレン、よいしょー。あー、クレタまで行く。不安全行動禁止。あ、間違えた。で、何度押し流されろ。かわいいと。いいね。いや、もうマジでさ、本当にこのムってムってした顔が本当に大好き。大好き侍が、うちなる大好き侍が出てくる。はい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 、ドン。あれあれあれ、はいはい、ドン。おいしょー。あ、やべ、スタック貯めてねえけど、まあいっか。エレンで、ホウチョウがやんの。で、これを2回打って貯めて、これさ、このスタック貯めるのにちょっといちいちダッシュ挟まないといかんの、ちょっとめんどくさいな。はい。で、旗をポンポンポン、ここー。はい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 、ドン。
エレンにして、でこれで終わりと。慣れてきたね、エレンにも。30に上がるまでにやったクエストで B。 マジで。でちょっと遅れたけど本日のガチャ10連こっちができるよ。はい、あー、これは S 出ないな。おー、んー、これ2つぐらい持ってんだよな。他のやつが出てきてほしかったな、武器だもん。で続いてこっちの限定ガチャが10連できると。ふん、あー出ない。あのなんか電話のあれのところが S の時グニャグニャグニャンってなるよね、確か。聴覚でおかわりと行きましょうや。出てもいいんだよ。あーんダメだ。聴覚、君よく出るね。ななな聴覚のこと。なな18ちゃんは十分頑張ってるさ。そういえばリンがいないようだけど。なありがとう、ちょっと見てこよっと。相変わらず言ってることわかんねえ。リン何してん。駐車場でやっぱりリンが誰かと電話してるようだ。おお、2個。の中にいたっていう例の怪物、よりによってハンドが調査を引き継ぐわけ。うん、私たちと白義重工は現場で確かにそう聞いたよ。もちろん怪物の残骸は治安局が回収するけど、残骸を乗せた自動輸送車はホロを抜けたら直接ハンドに引き渡すんだって。まあ確かに、ああいう変なものを調べるのは治安局よりハンドのお箱かもしんないわ。でもその2つはあんま仲良しってわけでもないのよ。あんたたちがあった治安官ってのはちゃんとその辺割り切れるタイプみたいね。できる人間だわ。あらやだ、もうこんな時間じゃない。この後はビジネスのお時間なの。おしゃべりはこの辺にしとかなきゃ。とにかくレインを探す件についてはいい知らせを待っててちょうだい。ありがとうニコ、バイバイ。バイバイ。あ、お兄ちゃん、おかえり。ニコと電話してたのかい？リン、ニコと電話してたのかい？うん、広場で起きたことが私たちに関係あるんじゃないかってニコの方から聞いてきたんだ。あの日の経緯を話したついでにレインを探すのも頼んじゃった。そうそう、もう一つ伝えることがあるの。今朝はクレタからも電話があって、怪物の残骸を回収する時間が決まったって治安局から連絡があったみたいだよ。回収作業が順調にいくといいな。ようやく決まったのか。回収作業が順調にいくといいけれど。そうだね。ま、あの怪物の調査もレイン探しも私たちにできるのは待つことだけだけど。お兄ちゃん、どうせ今はやることもないし、近々時間を見つけて一緒に治安局にでも行かない？治安局に行く？何しに？治安局に？今行って何をするんだい？お兄ちゃんたらもうすっかり忘れちゃってるんだから。私たちの運転免許もうすぐ更新だよ。あ、こないだフェアリーが教えてくれたでしょ。そっか、運転免許があるか。もちろん当たり前だよな。マスター、あなた様と助手2号の免許更新はすでに治安局のウェブサイトから申請済みです。ですが残念ながら受け取りには直接本人が治安局まで行く必要があります。早めにルミナスクエアの治安局まで行って新しい免許証をもらってこよう。まあルミナスクエア行きの地下鉄っていつも混んでるから車で行っちゃうのがいいと思うけどね。お兄ちゃん、最近暇？もし時間があったらルミナスケアの治安局まで付き合ってほしいんだけど。うん、よかろうなのだ。ストーリー集中モードに入りますと。ほんと、じゃあ早速出発しよう。
都会だね。東京タワー立ってんじゃん。しばらくしてルミナスクエアの駐車場の外。お兄ちゃん、悪いニュースだよ。駐車場が満車なの。そうなのかい？不思議だよね。もう午後のいい時間なのに。とにかく、今は他の方法を探すしかないね。近くで少し聞いてみるか。じゃあお兄ちゃんに任せちゃおっかな。私はここで見張ってるから。ボンプー。罰金の自動支払いは2と、ボンプ自動サービスは9と。そんなこれボンプって電話対応みたいな感じなんか。恐ろしいシステムだね。検索中、ルミナスクエア、外区、現在の空き駐車スペースゼロ。 2.1km 先、遠いね。地味に遠い。地味に遠いってことが分かったよ。お兄ちゃん、お帰り、どうだった？近くに止められる場所はないよ。そっか、さっきスマホで調べたからなんとなくそう思ったんだけど、2キロか。でもそこに行くしかなさそうだね。それじゃあ出発しよう。うわ、遠い。疲れた。車止められるとこ全然近くになかったね。こんなに歩くんなら最初から地下鉄にすればよかった。ごめん、駐車場を調べるのを忘れてた。悪い、うっかりしていた。ちゃんと駐車場を調べてくるんだったな。けど最近は運動不足だったんだ。ちょうどいいんじゃないか。運動不足はお兄ちゃんだけでしょ。私はね、イアスに便乗して走ってることにしてるだけのお兄ちゃんとは違うの。それに最近ご無沙汰なのは運動だけじゃないよ。お兄ちゃん、前にジャトヤとご飯食べてから私たちずっと美味しいもの食べてないよね。だから出かけたかったのか。俺も最近美味しいもん食ってないな。最近、マジで美味しいもん食ってないな。今日はやけに出かけたがっていたと思ったけれど、なんか食べたいな。本当の目的はそれだな。最近はお仕事頑張ってるからね。自分にご褒美をあげるのもいいと思わない？どう？用事が済んだらさ、この辺でご飯食べて帰ろう。いいよ、食べ放題以外でね。まあ今月は食べ放題元取れない系の人か、この人たちは。いいよ。まあ俺もだけど。なければ何なりと。やったー、お兄ちゃん大好き。近くに美味しいとこがあるか調べるね。お兄ちゃん大好き、もう一回頼みます。お、ムービー。どうした？おお。壊れちゃった。あ、リン、リンリンリン、リン。おお。おお。すんご。え？大丈夫？怪我はない？美人。リン、リン。無事か？怪我は？大丈夫。あれ？私たちどっかで会った？うん？会った？ああ、いや、混乱しているんだろう。どっかで会ったことある？非常なる任務。数時間後、治安局ルミナ文書前。主演さん、ジン、主演。さっきは本当にありがとう。二人が助けてくれなかったら今頃病院のベッドの上だったかも。いや、あのスピードは病院どころじゃないよ。ほんと危なかったな。お前気にしないでください。市民を守るのが治安官の責務ですから。それにこちらこそ
調書の作成で時間を取らせてしまいました。ご協力ありがとうございます。この人絶対プレイアブルキャラでしょう。運転手はあれからどう？事故を起こしてしまった運転手だけれど、その後の様子はどうなんだい？相当なスピード出てたけどね。お気遣い痛み入る。運転手は軽い怪我で済んだが、ことのほかショックが大きかったようでな。事故前後のことを全く覚えておらぬそうだ。だが案ずるでない。兵来たらば将で防ぎ、水来たらば土で塞ぐとは個人の言葉。治安局がいずれ真相を明らかにするであろう。もうこんな時間ですか？二人とも今日はもう帰って大丈夫ですよ。もし事故のことで何か気がついたら、些細なことでもいいので連絡をください。改めてありがとう。二人とも改めて妹が世話になったよ。いや本当ありがとうございます。本当トラウマになるところでした。シュエンさん、チン、六分街に来ることがあったら私たちのビデオ屋に寄ってね。会費無料で会員カードを作ってあげる。チーンって読むんだこれ。ヌシラは六分街に住んでおるのか。ならそう遠くないうちに再びまみえるであろう。いやシュエンさんはまだいいけど、お前それ警察のする格好じゃねえよ。なんだその格好、不死だらな。なんだお前、なんだそのへそは。おい、へそのその、あの、ようわから赤のやつはなんだお前。不死やだら、噛んだ。え、そうなの？先輩、そういう曖昧な言い方をしないでください。家に治安官が押しかけてくるのかと思うでしょ？すみません。先輩なんだ。先輩が今言ったことについては、これを見てもらえると。治安パトロール強化月間イベントアンケート。治安巡防。中国語だから読めねえや。治安官の主演さんからもらったチラシ。治安局が間もなく行う市民向けイベントの調査アンケートだ。表に印刷されてる人どこかで見た。主演もどっかで会ったみたいなこと言ってたし、この人どっかで会ったっけ、この、ポスターの人も。これは、あれか、アンケートか。治安パトロール強化月間イベントアンケート。治安パトロール強化月間イベントアンケート。私とチンイー先輩は、このイベントの準備のため、長官命令により、このルミナ文書に臨時で派遣されてきたのです。もう少ししたら、ここで市民向けの、大規模な安全講習会が開催される予定なんですよ。より多くの市民に参加してもらいたいので、私と先輩は付近の各街区でアンケートを配って回ります。歓迎するよ。そういうことなら歓迎だ。ありがとうございます。このアンケートは先に渡しておきますね。もしイベントに参加するつもりであれば、記入したものを私たちが六分街へ行った際に渡してください。それでは店長のご両人、また会おうぞ。また会おうぞ。主演さんとチーインは、チーインは呼び捨てなんや。治安局のビルへ戻っていった。へえ、六分街に住んで長いけど、こういうことで治安官がわざわざ訪ねてくるって初めてじゃない？真面目な人なのよな。それはさておき、お兄ちゃん、一個話しときたいことがあるんだ。主演さんとチーインのこと。僕も言おうとしてた。ちょうど僕もその話をしようと思っていたけど、治安局の近くでするのはやめた方がいいな。うん、とりあえず家に帰ろう。何があるんだ、もう全く見当がつかねえ。今日はいろいろあったね。ちょっと美味しいご飯を楽しもうって気分ではないかな。お兄ちゃん、ご飯はまた今度にして、今日は早く家に帰ろう。ラーメンでも食って帰るか。あれ、僕たちの車がなんでここに？これね、お兄ちゃんが免許証を取りに行っている間に、主演さんが人に頼んで動かしてくる。ありがた、感謝だね、助かった。よく見たら、治安局の敷地には治安パトロール強化月間のポスターがたくさん貼ってあったね。でも雑貨店がやっている試食イベントと比べたら集客力は今一つかな。そりゃ、まあなんかめんどくせえもんには来ねえだろうな。
まあしょうがねえよ。やっとさっきの話の続きができるね。シュエンさんとチンインだと、お兄ちゃんも気づいたと思うけど、私たち初めましてじゃないよね。怪物と戦ったあの日、白義重工から通報を受けて五郎の現場に駆けつけてくれた治安官がいた。あの二人だよ。あの二人なんだ。お兄ちゃんはイエスの中で普通のボンプのふりしてたから、向こうは白義重工以外に誰かいたなんて思ってもいないだろうけどね。うっかり言わなくてよかった。リンがうっかり彼女たちの前で言ってしまわなくてよかった。僕がとっさにフォローしたからだけどね。お兄ちゃん、マジでナイスフォローやったな。会うかもしれないわけだし、念のためにもう一回イアスの視覚記録を確認してみようよ。フェアリー、あの時のデータを出してくれ。フェアリー、あの時のデータを出してくれるかい。はい、マスター。ご要望に合致する映像記録を発見、再生します。数日前、ホロー深部パイオニア、記念広場。ご協力ありがとうございます。事件の経緯は8割方把握しました。本日早朝、キャロットを積んだボンプの故障で、あなたたちは誤ってホローの深部へ迷い込んだ。そしてここで正体不明の怪物に襲われた。顔いいなこの人。故障したボンプというのはこれですね。これです。どうも。ああ、でも部品の侵食だけかもしんねえし、まずは点検だな。詳しい報告書は後で。ぐっ、うん、我の錯覚であろうか。こやつ妙に利口そうな顔をしておる。ひとたびそう見えると何やらずる賢いようにも。ちょ、何してるんですか先輩。ダメですって。これさ、思ったんだけどさ、あの主人公、俺男主人公選んでるからさ、あれじゃん、あの飛び出してったのがリンになったわけじゃん。これもし女主人公選んでたらさ、飛び出すのが男になったってこと？え？マジで？アキラお前そこ変われよ。通報者の前ですよ。そんなこと言ってクレームが入ったらどうするんです。どうやってホローに迷い込んだのかはさておき、白義重工が普通ではないものに遭遇したのは確かなようですね。しかりこのような奇妙な性質記録にはない。我が詳しく見てみよう。ん？なんだこれ。結晶なんだ。投資能力みたいな。タップ。え、ブチャラティ。やめてください先輩。医学鑑識課ではない治安官は規定により勝手に証拠を調べてはいけないんです。それにいくら先輩の素体が抗侵食特化だからといって、さすがに危険すぎますよ。特化なんだ。現場はこちらです。で、その獣物。いや、極悪非道な犯人はどこだね。なんか嫌なやつそうで、これがポスターのやつだ。ブリンガー長官、どうしてこちらへ。あ、現場の担当はシュエンとチンイか。いや、さすが我が局捜査課切ってのエリートだ。後で連れてきた犯人と私をいい角度で写真に撮ってくれたまえ。そうすれば明日の一面は。長官、ここに犯人はいません。通報者を襲ったのはエーテル活性の高い未知の個体でした。ん？何だと。要はただのエーテリアスということか。いえ長官、敵は特殊な性質が見られ、フォローの異変か新たな犯罪の産物である可能性が。まあ待ちたまえ。この人なんか体格の割に頼りなさそうやな。いいか、主演。治安官として警戒を怠らない姿勢は立派だが、間もなく選挙が近い。そんな時期にホローで正体不明の怪物だなどと、私の票に、あ、いやいや、市民たちを不安にさせてしまうだろう。
よって軽率に治安局から情報を発表するわけにはいかん。まずは事の次第を精査せんとな。ご安心ください。収集した証拠はハンドに引き渡し、専門的な分析にかけてもらうよう申請しました。結果はすぐ出るかと。なに、証拠をハンドに引き渡す君たちのやり方は間違っていない。しかしだ、以降の証拠の収集は鑑識課の者たちに任せよう。え、君たち二人は私が常に全幅の信頼を置いてきた部下だ。これから君たちには非常に重要な任務を任せたい。工房内にはあの日の映像記録が流れていた。誰が見たっておかしなエーテル活性体なのに、グリンガー長官は興味ゼロだったね。もう関わりたくない感じやもんな。ハンドに証拠を渡すこと自体は反対しなかったみたいだけど、今気づいたんだけどさ、グリンガー長官が言ってた重要な任務ってルミナ文書の安全講習イベントだよね。わざわざ主演さんたちに任せるんだもん。よっぽど特別なイベントなのかな。違うんじゃない？なんか適当なものをなんかエリートに任せて手から上げさせないようにしてんじゃない？フェアリー、何か情報はないかい？フェアリー、何か情報はないかい？ルミナスクエア治安パトロール強化月間で検索中。複数のメディアで言及を見つけました。読み上げます。今月に入ってから市内で重大事件が頻発していることを受け、ヤヌスク治安局は治安維持と市民の防犯意識向上のため治安パトロール強化月間イベントの展開を決定。同イベントには一線で活躍する捜査課の治安官が数名特別に派遣され、企画に協力するとのこと。今回のイベントの発起人としてヤヌスク総局の副総監ブリンガー氏もルミナ文書での講習に自ら出席する模様。あ、意外とでけえのか。その際、長官は今回のイベントを担当する治安官とメディアの取材に応じ、市民が最近関心を持っている質問に答える予定。ブリンガー長官が直接会場にってだけじゃなくて、メディアもたくさん来るんだね。お兄ちゃん、今の聞いてたでしょ？シュエンさんとチンイも一緒にインタビューを受けるんだって。治安官にとってきっとすごく誇らしいことだよね。お兄ちゃん、この安全講習ってやつどう思う？シュエンさんたちを応援しに行くのはどうかな。何か、まあ応援じゃなくて情報が欲しいな。市民のための安全講習なんだ。言って損するものでもない。治安局のお偉いさんも来るなら役立つ情報が聞けるかもしれないしな。よし、じゃあそれで決定。あとで周縁さんたちが六分街に来るとき、私たちもイベントに参加したいって言いに行こう。治安局のアンケートね。参加者の、住所氏名以外に安全に関する一般常識の質問にも答えないといけないの。お兄ちゃん、興味がないなら、私がついでに記入しておこうか。さすが僕をよくわかってる。ここに何か書いてある。イベントに参加した市民はセミナー当日アンケート用紙の番号で抽選して、商品やビデオが当たる。何のビデオ？新エリート重大事故実録、正義から逃れられない、フォロー安全に傾聴なし。まあ、ここで並べても大していいもんじゃねえな。治安局が発注しすぎたんじゃないの？どうせ単なるイベントのおまけでしょ？とにかくアンケートは私に任せて。今日はもう遅いし休もうよ。先に上に行くね。また明日、上で待ってて。一緒に寝よ。お兄ちゃん、主演さんたちのこと聞いてるの？ちょうどよかった。実は私も話したいことがあったんだ。フェアリーが言ってたんだけど、昨日からこの辺で主演さんたちを見かけるようになったんだって。主演さんたちがくれたアンケート、私はもう答えたよ。お兄ちゃん、時間があるときでいいから会いに行こうよ。まあ今から行くか。いいよ。フェアリー曰く、主演さんとチーインは地下鉄駅の近くでアンケートを取ってるんだって。行ってみようよ。真面目だな。
おお、あ、あれだ、オートメールの人と、ちょっと待って、え、コントローラー動かしてないのに、え、左に、え、ちょっと待って、ぐるぐる回って、はい、止まった、え、収まった、なんやねんこれ。近頃不穏分子が活発になりつつあります。ヤノスク治安局は市民の皆さんに防犯知識を身につけてもらう目的で治安パトロール強化月間というイベントを展開します。もうすぐレミナ分社で専門的な安全講習を開きますので、時間があればぜひご参加ください。治安局が市民向けに行うイベントですか。懐かしいですね。実は私も何年か前に参加したことがあるのです。私はご来場の皆様に引き立てのコーヒーを無償で提供したものです。当時の光景はさながらコーヒーの試飲会といった様相でした。決してお高い豆ではありませんでしたが、ですが惜しいかな、現在の治安局は至るところに芳香剤の香りが漂うようになり、コーヒーを味わいながら気兼ねなくお話のできるような場所ではなくなってしまいました。それはどういう意味でしょうか。時が経つにつれ美酒などはますます芳醇になるものですが、かえって悪くなってしまうものもあるのです。ああ、コーヒー豆のお話ですよ。コーヒー豆ってそうなんだ。ですので私は店のコーヒー豆が人様にため息をつかせるような運命をたどらぬよう彼らをよく引いてやらねば。イベントへの参加はお断りせねばなりません。残念です。要は仕事あるから無理ってことだろ。炎蔵殿、資料を拝見する限り六分街でカスタムショップを経営しておるとのこと。講習に興味はおありか。いや、裏若いお嬢さん二人に誘われちゃ当然参加しない手はないんだけどな。その日はちょうど俺の一番上のおばさんの、そのまた二番目のおばさんのじいさんの息子のいとこの結婚式なんだ。大事な親戚なもんで欠席するわけにはいかなくてな。こいつらめんどくさがって いかねえな。なるほど。それではその大おば様にご結婚おめでとうとお伝えくだされ。ああそうだ、もうすぐ車を取りに来る客がいるんだった。急に思い出したぜ。というわけでここいらで失礼するよ。シュエンさん、ジンイ、おはよう。アキラ君、リンちゃん、あなたたちでしたか。おはようございます。これ僕たち二人のアンケート。これ僕と妹の分のアンケートだ。僕たちは講習に参加することにしたよ。それは強行。もし主らが来てくれなんだら、我らはまだ一人も参加者を集められずにいるところであった。やっぱりみんな行かないか。先輩、何もそんな明けすけに言わなくても。なんだ、我の申したことは事実ではないか。別に彼らも知らぬ中というわけではないのだから良いであろう。そうそう、陳意の言う通りだって。でも六分街の人たちが誰もイベントに行きたがらないのはちょっと不思議だね。私のイメージだとみんな熱心に協力してくれそうなのに。何か手伝えることはないかい。何か僕たちに手伝えることはあるかい。うちにポスター貼るぐらいだったらいいよ。そういうことで言えば、主ら二人に教えを乞いたいのだが、六分街の住民台帳には名前だけで住所は登録されておらん者たちがいる。彼らが今どこにいるかわからぬか。名前だけ住所ないの。あ、ゴミ箱の賢者。ちょっと見せて。アシャさんにチョップ大将、このスパイクさんっていうのは多分だけど、うちの会員のおじさん、ちょうど知り合いばっかりだよ。アンケートを渡してくるよ。
なら僕と妹で彼らにアンケートを渡してくるのはどうかな。まあ俺たちだったらね、受け取ってもらいやすいし。そうしよう。六分街のみんなって普段あんまり治安局の人と関わんないから警戒しちゃってるのかも。でもご近所の私たちから説明すればみんなちゃんと聞いてくれると思うよ。ですがあなたたちの手を煩わせるわけにはいいんよ。もうね、こっち命の恩人ですから、僕たちを助けてくれたからね。二人だってこの前僕たちを助けてくれたろ。地元の人間として当然のお返しさ。主演、門を入れては道を尋ねよ、郷に行っては郷に従えであるぞ。凛とアキラが手伝ってくれるというのだ。お言葉に甘いようではないか。そうですね、ありがとうございます。二手に分かれてまたこの近くで落ち合うようにしましょう。よし、頑張っちゃうぞ。お兄ちゃん、私たちの任務は、アシャさん、チョップ大将、それとスパイクさんに治安局のアンケートを届けることだって。この時間ならアシャさんとチョップ大将はお店かな。スパイクさんはうちで会員登録した時に記入してもらった住所をフェアリーに送らせたよ。使っていいの？その使っていいものなの？あれ、チョップ大将お店にいないの？大将お探しですか？さっき食材が届いたから受け取りに行くと言ってました。すぐに戻ると思いますよ。そういうことなら出直すしかないね。二人ともおはようさん。久方ぶりやね。揃ってうちに顔出してくれはるんは。くれるんは。せっかくやし、兄弟で一勝負とシャレ込んでいかへん？ごめんね、アシャさん。今日はゲームじゃない用事で会いに来たんだ。このアンケートを見てもらえるかい？アンケート、新しいジャンルの映画でも開拓しようっちゅうわけやね。ちゃうんよ。これ実は治安局のアンケートなの。はあ、君らもしかして治安局に捕まってしもて、小松会でもやらされとるん？何したん？海賊版のビデオを売ったり、違法なダビングをしたりとか。僕たちは何だと思ってるんで。うふ、冗談やって。でも六分街には人様に言えんこと、抱えてはる人が結構おるんよ。店長さんたちにもなんかあるような気がしよすな。まあ腕が追加で2本あるような人たちからね、あの人は。いつか君らが治安局で一番のお尋ね者やって言われても、うちはあんま驚かへんよ。まあパイトーンだし。治安局のアンケートのことをアシャに伝えた。ふん、知り合いの治安官さんをお手伝いっちゅうわけやね。まあとにかく君らに前科がついてないんやったら安心やわ。この人毎回思うけどね、本当に読みにくい。実は、前にルミナスクエアで治安局がなんや準備してはるのを見かけてたんよ。当日は市内のメディアが行さん取材に来るんやってね。治安局は市民の皆さんと交流するために結構力を入れてるみたい。なんかお役立ち情報が聞けちゃうかもよ。交流ね、普通の市民にとってそないな感じやろうけど、人によってはまた違う意味があるかもしれへんね。ま、どういうこと？いややわ、ただの独り言やから気にせんといて。アンケート届けてくれて大きに。でも堪忍な、その日の午後は空いてないんよ。治安官さんに伝えておくれやす。アッシャーはダメと。スパイクおじさんはここに住んでるはずだね。呼び鈴を鳴らしてみようよ。ピンポーン。おのれセールスマンめ、しつこいぞ。何度も言わせるな、わしには歯がない。電動笑わせんなよ。何、違うのか。だがわしには、髪の毛もない。どんだっけ。クソジジイなんやな、スパイクおじさんは。スパイクおじさん、ランダムプレイの店長だよ。ああ、ビデオ屋か。ちょいと待ってくれ。しばらくしてついにドアが開いた。神あるやんか。おうおう、店長さんがお揃いじゃないか。わしゃ、今度は何を返し忘れておったか。すまんな、年を取ると物覚えが悪くなってしまって。うん、実は今日は別の用事で来たの。このアンケート見てもらえますか？ん？なんじゃ、胸の悪くなるような
あのおっさんか。ブリンガーの小僧に似とるような。すまん、目が悪くて字がよく見えん。ちょっと読み上げてくれんか。スパイクおじさんに治安局の安全講習について話した。ふん、何が都市の治安、住民の安全だ。相変わらず言うことだけは立派じゃな。本当に住民のためなら必死こいてプロ騎士を追いかけ回しとるはずないじゃろて。どうせ最後に得をするのは、トップスの連中に決まっとる。二人ともわざわざこんなものを届けに来てくれてすまんな。じゃが、見ての通り、わしは足腰も不自由で、ルミナスクエア下りまで行く気にはなれん。治安官にはそう伝えてもらえるかの。なんか老害じじいって感じやったな。アシャさんと話している時からなんか引っかかったけど、やっぱりスパイクおじさんにも断られちゃった。二人とも明らかに何かを隠してたね。残りはチョップ大将だけ。でもチョップ大将もこの感じだとな。チョップ大将がもう帰ってきてるかどうかわかんないけど、様子を見に行ってみようよ。大将。おう、アキラにリン、よく来たな。客から聞いたぞ。あの治安局のジョーちゃんたちを手伝って、チラシだかなんだか配って回ってんだってな。ご苦労なこった。じゃあ受け取ってくれんか。もう知ってたんだ。ならアンケート見てもらえるかい。チョップ大将、このアンケートを見てもらえるかい。別に見る必要なんざね。治安局がルミナスクエアでなんとか講習を開くってんだろ。とにかくその日は用事があんだ。参加できねえと治安官さんに伝えてくんな。やっぱり。実はチョップ大将も参加してくんないだろうなってうっすら感じてたんだ。リン、泣き落とせ。さっき主演さんたちに大見え切っちゃったんだけどな。なんで俺もっつうのは。お前さんたち他の連中にも断られたのか。そうなの。アシャさんでしょ、スパイクおじさんに。今朝はマスターティンとエンゾおじさんにも断られたって。何か隠し事でもあるのかい。みんなの態度は少し、もう少しおかしいな。隠し事っていうのはね、ちょっとあれだけど、なんかおかしいよね。こんなに。みんなが断った時の態度は少し妙だ。治安局のイベントだろ。僕たちが考えているようなものじゃないのか。ま、そういうこった。リン、アキラ、チラシに書いてあるこの男、誰だか知ってるか。ブリンガー長官だよね。今回のイベントの発起人だって。うんこみてえな人な。もしかしてこいつは聞いたことあるか。かつてのエリートの時代、治安局にはフォローを征服した英雄がいたって話を。知らん。聞いたことがない。それは聞いたことがないな。あの頃住民たちはブリンガーの野郎をそう呼んで。キュート陥落前、ブリンガーの野郎はちょうど俺の住んでたとこで文書の副所長をやってた。なんかそんなことやるような英雄って言われるほどのね、なんか感じはなかったけどね。なんかキュート陥落で変わったんか。今からの叩き上げだったせいか、副所長になっても現場主義のままでな。住人たちとの距離も近かったし、そりゃ好かれてたのよ。ある救援活動の途中、あいつがフォローの中で行方不明になった時は、誰もがフォローでくたばったんだと思ってたが、やつは奇跡的に生還した。そんでフォローを征服した英雄になったブリンガーの野郎は、ほどなくしてヤヌスクの治安総局に栄転。ここ数年も出世街道まっしぐらや。なんだか励みになる話だね。これだけならな。フォローを征服した英雄はフォローの中にガッツを置いてきちまった。今じゃもっぱらそう言われる始末だ。ブリンガーは未だに金言実直を公言しちゃいるが、俺たちみたいな古株に言わせりゃ、カメラの前でそう言ってポーズを取ってるだけさ。それにここ数年、あの野郎は明らかにトップスにすり寄ってやがら。あいつが治安局で進めてるとかいう取り組みのほとんど、住民のためだなんだと言いつつ、
結局は大企業を潤してしまいのも変わっちまったんだな。もうそろ市政選挙も控えてるな。あいつは今ヤヌスクの次期総監を見据える場所にいる。この時期にやれイベントだ、てめえの顔をチラシにするだ。何のためにやってんのかは俺が言うまでもねえだろ。ね、フェアじゃないね。そう考えるとブリンガー長官がやっていることは少し公平さに欠けるような気もするな。そうとも、安全講習だなんだってのは別にやったらいいが、その後ろでブリンガーの野郎が何か企んでるのかと思うと心穏やかに参加できねえってなもんよ。チョップ大将、教えてくれてありがとう。まあそういうわけだ。悪いな、今回ばかりはお前さんたちの力になれそうもね。お兄ちゃん、ひとまずご近所さん3人のところは回ったし、ちょっと言いづらいけど帰って主演さんたちに結果を伝えよう。なるほど。まあそれはブリンガーが悪いわ。ごめん主演。六分外中を走り回ったのに講習に参加したいという市民は10人にも満たない。主演、人事を尽くして天命を待つとは個人の言葉言ったではないか。ことここに至っては白湯でも飲んで一息つくしかあるまい。先輩はお気楽に言いますけどね、講習を行う会場の収容人数は300人ですよ。このままだと当日は半分だって埋まりません。ブリンガー長官がイベントにこの場所を選んだのも付近に住民が多く参加者を集めやすいと踏んだゆえであることは自明。それがどういう巡り合わせか、ここの住民の多くは長官の以前の管轄から越してきた者たちばかり。あやつに対する苦情は少なくない。やっぱブリンガーが変わってからだよな。どんな面倒な任務もため息一つつかない主が今日に限って何故かように落ち込んでおるのか。さっきまで首をかしげておったが忘れるところであったわ。ブリンガー長官は主の恩人であったな。もしかして英雄の時に助けられた一人。任務を果たせぬこともそうだが、長官が非難されるのを見るのも主にとってはよほど辛いのであろう。ブリンガー長官が私をフォローから救ってくださらなかったら、やっぱり私は治安官になることは愚か、生きてここにいることもなかったでしょうから。ここ数年長官の評判が芳しくないことは知っています。ですがあの人はたった一つしかない対侵食装備を子供に譲るという選択のできる人です。そんな人がどうして悪い人になれると。確かに長官はトップスと親交がありますが、それは治安局の設備の多くがトップスとの共同開発であるため彼らとの付き合いは避けられないことです。それに長官もよくおっしゃっているじゃないですか、今の立場では変えられないことも多いのだと。もし今回彼が総監に選ばれれば市民の考えだって。祭るべくなきを祭るはへつらいであり、義を見てせざるは言うなきなり。わからん。はい。本来祭るべきではない御霊を祭るのはただのご機嫌取りであるということ。また身を挺するべき時に手をこまねいているのはすなわち臆病であるということよ。我らは治安官として何をすべきで、そして何をすべきではないのか、それを知ることが最も肝要。ブリンガー長官のなすことには人によって異なる解釈があろうが、彼自身にやましいことがあるかどうかは己のみぞ知るところであろう。その心にやましいところがなければ一時の誤解はやがて無償しよう。そうですね先輩。あ、誰か来たようです。聞いてたよ、ごめん話の途中に。ごめん、
話の途中だったから。大丈夫です、雑談していただけですから。どうでした、例の住民たちは見つけてもらえましたか？見つけはしたよ。アンケート渡してきたけど。アンケートは渡してきたんだけど、その日はみんな用事があるみたいなんだ。すまない、役に立てなくて。大丈夫です、彼らに取り継いでくれただけでも十分感謝しています。六分外ではこれ以上アンケートを取れそうにありません。今日のところは私と先輩は局に戻りますね。ちょっと待った、おう、治安官のジョーちゃんたち、うわ待ってくれ。大将、え、何この不穏な BGM。 ああよかった、まだ行ってなかったか。大将、お前顔赤くなって、ちょっとチョップ大将、走りすぎだよ。そんなに息が上がるくらい走ってきて。いや、なんつうか簡単には説明できねえんだが、とにかくあっちで事件だ。今はまだ睨み合いってとこだが、ジョーちゃんたち早く来てくれ。事件発生ですね、先輩行きましょう。おお、じゃあ俺と来てくんな。お兄ちゃん、私たちも様子を見に行こう。何があった、六分街大ピンチ。おお、これか。へえ、あの、ちょっと待って、また、あ、ほら、やっぱりコントローラーのスティック部分がおかしい、左に動いちゃう。え、これコントローラーもう壊れちゃった。よう、アキラ、お前らも来たか。ムーン、急に目の前で何か起こったと思いきや、あっという間にこんなに人だかりができちまった。今の状況は、治安官のジョーちゃんたちがちょうど人をかき分けていったところだ。はあ、二人ともまだ若えからな、うまいこと解決してくれるといいが。まあ、知りたきゃ自分たちの目で確かめてみな。まずは遠くから観察してみよう。少し離れた場所。近くに治安官がいると言ったのはお前らだ。そいつらに判断させよう。犯人も何を盗もうとしたのかも明らかなんだ。どんな言い逃れができるか見せてもらおうじゃねえか。運転手さ、その明らかという点については異議を唱えざるを得ません。それは麦らっての泡だけを見てこれはコーヒーではないと判断するようなものです。お前その例えやめろ。皆さん落ち着いてください。私たちは治安官です。ここで何があったんですか？やっと来たか、治安官さん。話はこうだ。俺はゲール、天満エクスプレスの運転手で、この近くに配達に来たんだ。うん、さっき荷物を届けて次の届け先に電話してたら、突然トラックのあたりからドンという音が聞こえたんだ。淡くって車の外まで行ったら、とっつったか、コンテナに積んであったアヒルがあちこち逃げ出してるじゃねえか。車のそばには慌てふためくボンプが一匹、そいつのことさ。うん、お釣り、あのあれじゃん、あれあれだ、あの3匹の。お兄ちゃん、あれって雑貨店ワンフォーワンのお釣りじゃない？治安官さんよ、今回の件ははっきりしてるぜ。俺がトラックの異変に気づいた時、周りにいたのはそいつだけだ。そいつが俺のコンテナを開けたに違いねえ。車に積んであったアヒルたちは農場で専用に育てられた新種だ。一庭でもいなくなってみろ、俺の1ヶ月分の給料でだって弁償できねえんだぞ。運転手さん、あなたの証言は記録しました。そこのボンプ君、この件について何か言いたいことはありますか？思ったんだけどさ、ボンプわかんの？勝手にドアが開いたってのか？お前がコンテナを開けた後、うっかりしてアヒルを逃がしたんだろ。運転手さん、あなたのお釣りに対する態度はあまりにも手心というものがありません。治安官さん、隣人としてお釣りの名誉のために言わせてください。私は日頃からこの子をよく知っています。
決してこんな常識に外れたことをする子ではありません。じゃあ教えてくれ。俺のコンテナには間違いなく鍵がかかってた。なんだって勝手に開いたんだ。治安官さん、このところ都市やボンプの犯罪は少なくねえ。そいつがやった証拠を見つけて俺の損失を弁償させてくれ。治安官さん、このままではお釣りは名誉だけでなく仕事まで失ってしまうでしょう。必ずや事件の真相を究明し、お釣りの無実を証明してください。人混みの外、少し離れた場所。マスターがあんなに興奮してるのは見たことないね。インスタントコーヒーのこと以外で。まさか六分街でこんな事件が。まさか六分街でこんな事件が起きてお釣りが巻き込まれるなんて。お釣りは私たちが六分街に引っ越してきたばっかりの頃からワンフォーワンで働いてたんだよ。私だってあの子がそんなことするはずないって思うもの。でも運転手がトラックの異変に気づいた時、そばにいたのはお釣りだけ。こればっかりは本当みたいだもんね。あれ、お兄ちゃん見て、みんな解散してく。主演さんたちもう事件を解決したのかな。どうなったのか聞いてみよう。お釣り、お釣り、お前何やってんだよ。凛ちゃん、アキラくん、あなたたちも来たんですね。さっき後ろでだいたい話は聞いてたんだけど、みんな解散したってことは事件は無事解決？残念ながらまだです。みんなで状況分析して少し落ち着いてもらっただけですよ。今の状況は？てか監視カメラとかねえの？今はどんな状況なのか聞いても構わないから。ひとまずトラックの周りを一通り見て回った。とはいえアヒルが逃げ回った後の他に不審なものは見つからんかったぞ。おまけにこの辺りは街頭カメラがないゆえ、現時点で調査できるのはボンプの視覚記録、そしてトラックの盗難防止システムのみだが、その2つは技術部門の領分でな。あ、すぐには結論が出せん。任せてください。フェアリーの手は、え、借りれない。フェアリーの手を借りれば。あ、そっか。お釣りの視覚記録を見るのは難しくないけど、さすがに治安官の前じゃな。フェアリーがバレるか。そんなことしちゃ。とにかくどちらの調査も最低で 2,3 日はかかります。その間はトラックの運転手もお釣り君も日常生活に大きな影響を受けることになりますね。私たちの説明を受けて運転手も一応の譲歩はしてくれました。今日のうちに時間通り配送ができれば和解に応じるとのことです。ですのでティンさんほか六分街の住民たちはアヒルを探しに行っています。お兄ちゃん、だったら私たちも急いで手伝おう。私と先輩も一緒に行きます。局に戻るんじゃなかったのかい。探し物も捜査課の仕事なのかい。こっちで行っか。こういう逃げた動物探しというのも捜査課の仕事なのかい。本来は所轄の治安官が担当すべき案件です。ですが今から手続きをして他の治安官を呼ぶにも時間がかかります。何より市民の目にそれが治安局内で仕事を押し付け合っていると映ってほしくありません。それにこの事件には確かに疑わしい点もありますから。私と先輩はアヒルを探しつつ付近で他の手がかりも探してみることにします。主演さん、陳怡、ありがとう。じゃあ私たちも動こう。ああ間違えた。お兄ちゃん、話があるんだけど。どうしたんだ改まって。そりゃもちろん、ほら、六分街で何かを探すなら情報通の助手がいるよね。わかる？私の言いたいこと。フェアリーのことだね。うん、フェアリーならアヒルがどこに隠れているかなんとなくわかるはずだよ。っていうか、もう近くの怪しい場所をマークしてもらう。フェアリー、そんな、ね、なんか、そんなこともできんの？そのネットサーフィン系じゃねえやつまで。すごいな、こいつマジで。フェアリーがマークした場所を重点的に探してみよう。怪しい場所が多すぎる。確かに、結構あっちこっち回らないとだね。お兄ちゃん、私たちは4人もいるんだし、手分けしようよ。私と、なんて読むんだっけこれ、イーシェンだっけ。お兄ちゃんと、主演さんって感じでどう？これならきっとすぐに見つかるよ。
それじゃあそれで決定だ。え、このドアの向こうにアヒルがいるんですか？あ、アキラくん、聞いてください。向こうから本当にアヒルの鳴き声がしますよ。ですが、この近くにいたわけでもないのに、どうして気がついたんですか？なんとなく感じたんだ。つまり直感ということですか？なんだか先輩が言いそうなセリフです。この店の名前は、これマジでなんて読むんだ。なんとか、遠藤さんのお店だったんですね。でも、今はお店にいないようです。ドアにも鍵がかかってますし。キキー、ドーン！何の騒ぎだ？交差点の近くで事故が、また？またですの？ああ！あ、ボンプ！ピー、一体どうなっているんだい？びっくらこいたよ。私は治安官です。何があったんですか？私は知らないよ。本当に、本当に急だったんだ。今、落ち着いて。アキラ、治安官のジョーちゃん、俺から説明する。こっちのメーガンおばさんは俺のお客だ。ついさっき修理を終えた車を引き渡したばっかりでな。出庫しようとしたら車が急に向きを変えてこのボンプにぶつかったんだ。おーん、あ、じゃあこのボンプは悪くないか。さすが、じゃあ操作ミスってことではないのかい？そんなことないよ。車庫から出るときはブレーキを踏みながらゆっくり出たんだ。ハンドルもしっかり握っていたよ。認知症じゃない？でもさっきはどういうわけか車が急に言うことを聞かなくなったって。治安官のお嬢さん、私を信じてちょうだい。私は何も悪いことはしないんだ。そいつは俺も保証する。さっきの急な方向転換は確かに何か妙だった。だから俺も慌てて駆けつけたんだ。こちらのボンプはどなたのものでしょうか？ああ、気にしなくていい。そいつは俺のダッチが預けていったもんだが、大したダメージじゃない。おそらく衝撃で、プラグインが不具合を起こした程度だろう。後で直してやるよ。手伝うよ。お宅の腕前を忘れてたぜ。それじゃあ任せてもいいか。あー、じゃあでもここにカメラが映ってるよな。マスター、直感操作でできない転送ユニットは暗号化ユニットと呼ばれています。暗号化ユニットを解除するにはまずノイズスタックにつなげる必要があります。転送ユニットを調節して、ノイズスタックにつなげてください。お見事です。これで暗号化ユニットを操作できます。引き続き他の転送ユニットを調整して、回路全体をつなげましょうと。で、これでいいのか。しばらくして。7。交通事故にあったんだ。7。メーガンさんとエンゾーさんの証言通り、故障がもたらした事故のようですね。アキラ、こいつの修理を手伝ってくれてありがとな。だが、この車が故障した原因はもっと調べてみないとわからん。そうだ。あんたらはうちの店の前にいたようだが、俺に何か用だったか？ああ、そっか。アヒルがあったんだ。なるほどな。待ってろ。ドアを開けてやる。それから、エンゾーおじさんは店のドアを開けてくれた。もう、アフラック。本当にこんなのがいたぜ。よかった。これで無事に一匹見つかりました。エンゾーさん、ご協力に感謝します。お安いご用だ。気にするな。アキラ、お釣りの件は聞いた。俺も手を貸したいのは山々だが、メーガンおばさんに車の妙なことが起きている。おばさんもえらく焦ってるし、先にそっちを見てやりたいんだ。まあ、そっち優先していいよ。ひとまず頼んだぞ。こっちが終わったらすぐに手伝いに行くからな。アフラック。あ、お兄ちゃんだ。なんでここに？もちろんここにアヒルがいるからだよ。見て、雑貨店のトラックの下にいるの。なら何を迷っているんだい？お兄ちゃん、簡単に言うけどね、すっかり奥まで隠れちゃって全然手が届かないんだよ。ふむ、なんぞ他の策を講じればなるまい。アヒルの鳴き、無理。これは面用な鳴き声。さてはアヒルの天敵である。なんて読むの？ワシか？ワシ？これ。わしの真似であるな。お兄ちゃんのことだからきっとアヒルの真似じゃないかな。ごめん、役に立てなくて。さて、と、車の主に一度車を動かしてもらうことにしよう。引いちゃわない？振動を感じれば、おのずと自ら這い出てくるであろう。確かに雑貨店のボンプたちを探してくるね。しばらくして。あー、案内。な、なな。な、なんなんな。嘘、まさかこの、てか、車、全部車が関係してるな。
これそうだよな、アヒル乗ってたのも車で急に、なんか扉が開いたみたいな感じ言ってたし、おばちゃんが乗ってたのもあれだし、これも動かないと。なんな。変だな、どっか故障してるみたいです。確か朝は大丈夫だったのに。なんな。お釣りが悪いことしたとオーナーさんが思ったら僕たちは離れ離れになっちゃうかもしれません。心配いらないよ。私たちがアヒルを全部見つけてみせるからね。そしたら治安官さんが真相を明らかにしてくれるし、あんたたちは離れ離れになんてさせないよ。な。と言っても、どうしよう、トラックの下のアヒル。人に求むは己を求むに及ばず、我に任せてみよう。インシェンは車を空き地の半分。おお、すごっ。ほれ、呆然と してるうちに捕らえたり。力づく。ここのアヒルは捕らえた。いざ、他の場所へ参ろうぞ。しばらく探した後、何匹捕まえられたか、凛と数えた。逃走中のアヒルは残り1羽のようだ。その時。あれ、フェアリーからメッセージだ。うちの店の駐車場の裏口付近で生体反応。様子を見に行こう。ああ、普通にいるじゃん。うん、これに隠れていれば大丈夫。隠れてるか。聞くがよい、逃亡犯よ。今ならまだ間に合う。来た道をゆっくりと戻り、神妙にお縄を頂戴せ。お母さんが泣いてるぞ。あのさ、あの皆さんが楽しんでいるのはわかるんですが、私は参加しませんからね。先輩、早く捕まえてしまいましょう。またどこかへ逃げ出してしまうかもしれませんから。インシェンは、逃亡犯をやすやすと麻袋に詰め込んだ。皆さんお疲れ様でした。運転手さんからメッセージが来たのですが、他の人たちも続々とアヒルを見つけてくれているようです。私たちが見つけたこの1話でちょうど最後ですね。やったね。アヒルどもの潜伏場所はいずれも一筋縄ではいかぬ場所ばかり。ネシラが気づけたのは驚きであるな。っていうかさ、そうじゃん。なんか交通事故というか、そういうのも起きてるのも車だしさ、なんならさ、惹かれかけたのも車じゃん。え？ジャックしてるの車を。もしこうして共に行動しておらんなら、おらんなだら、よ、マジでさ、あのなんか、この、よ、ちょっと癖のある喋り方するのやめてくんね？もうただでさえ俺噛みやすいのにめっちゃ噛んじゃうんだけど。我はウヌラがアヒルを隠匿かこれ。隠匿したのかと疑っておったであろうな。あるいは町のすべてを知ることのできる妖艶な術の使い手かと。まあ油断はできねえな。先輩、褒めているんでしょうけど、なんだか変な感じに聞こえますよ。あい、すまぬ。我はただ、ご両人は、治安官に向いているのかもしれんと伝えたかったまで。アヒルがすべて見つかった以上、直ちにトラックの元へ戻るべきであろう。ああ、行こう。ちょっと待って、お兄ちゃん、あそこを見て。私の目がおかしいのかな？私たちの車のライトが点滅してるみたいだけど。今すぐ見に行こう。やっぱ車やな。ああ、フラック。あ、ほんとだ。マジで点滅してんじゃん。あ、やっぱり。お兄ちゃん、前に車使った時、ライト消し忘れたでしょ。確かに消したはずなのに。おかしいな。確かに消したはずなのに。それに、前に車で帰ってきた時はもう暗かった。ライトがつきっぱなしなら気づいたはずだ。リンがドアを開け、ライトを消そうとした。どういうこと？ライトが消えないんだけど。スイッチの故障ですかね。わかんない。押しても何の反応もないや。バッテリー上がっちゃうから、ひとまずライトのケーブルは抜いとくね。おかしいな。ちょっと前に車検に出したばっかりなのに、どうして急に。似たような話をどこかで聞いた気が。リン、気のせいか。今君が言ったことにどうも聞き覚えがあるような。うん、どうしたんです先輩。考え込んで。シュエンよ、
主は気づかぬか。我らが今日遭遇した事件には皆車が絡んでおると。雑貨店のトラックが動かなくなり、カスタムショップを出たばかりの車が故障。アキラ君とリンちゃんの車はライトが、そして天満エクスプレスはアヒルを失った。車両絡みの事件ばかりが4件も起きていますよね。数日前、午後に私たちが交通事故に遭ったことも含めると5件だね。あれはリンがぼーっとしてたから。リンがあの時ぼーっと歩いていなければ、あそこまで大事にはならなかったかもしれないけどね。お兄ちゃん、私のせいだって言うの？あの時は急にスマホがおかしくなっちゃって、そっちに気を取られてたな。そっか、なんかスマホがおかしくなったのもあるか。あれは何なんだ？え？あれ本当になんだ？ん？ルミナスクエアの事故に先立ってリンのスマホに何かあったのか？一体どうおかしくなったのだ？当時の状況を説明する。リンの話では電波が突然なくなって画面にカラフルな縞模様が表示されたらしい。けどすぐ元に戻ったんだろ？やはりか。先輩、覚えていますか？天馬の運転手は事件の時電話をしていたと。推測が正しければそこで何か別のことが起きていたはずです。うむ、お釣りも急に頭がフラフラしたと言っておった。同じ原因であると見て良いだろう。なるほど。なんか一定範囲の機械とかそこら辺をなんかジャックするみたいな、そんな感じのことか。一体何の話をしているんだい？待ってくれ、さっきから何の話をしているのか説明してくれないか。リンちゃん、アキラ君、ここ数日で起きた車に関する全ての事故、背後にある真相が分かったかもしれません。まずはアヒルを連れ帰るついでにいくつか調査をします。後でトラックの近くで合流したらあなたたちにも説明しますから。運転手、うんな、主演たちはここへ来た。お釣り、僕らは主演さんとチンイにここで待つように言われたんだ。彼女たちは来ていたかい？うんな。なあ、それについては俺が説明してやる。その二人ならさっき来てこのボンプから電流高の記録をコピーしてた。俺には変な質問をしたくらいで急いで行っちまったよ。彼女たちはどんな質問を？聞いてもいいかい？彼女たちは君にどんな質問を？なあ、事件が起きた時俺は電話をかけてたんだが、その時スマホに何か異常はなかったかって聞かれた。確かにその時俺のスマホが勝手にオフになったんだよ。どうしてそうなったのかも、なんであの二人がそれを知ってたのかもわからんがな。え？あんたのスマホもおかしくなったの？ああ、お兄ちゃん、わかったかも。 EMP？ 最近起きてるこの異常、もしかして EMP ってやつじゃない？ EMP プロコトル。クリプト、お前やってんな、ここまで来て。リンの言ったことはおおよそ当たっておる。シュエンさん、チンイ、おかえり。運転手殿、主は EMP 発生装置、つまり電磁パルス発生装置なるものを知っておるか？聞いたこともない。なんだそれ？起動することで近くにある電子機器に電流の変調を引き起こすものよ。警備なら部品の故障程度で済むが、重篤であれば機器全体を焼損させることもある。車両に触れることなくコンテナの電子ロックを焼き切るのも大やすいであろうな。コンテナが開いた時、主のスマホが不調をきたしただけでなく、お釣りの体内電流にも急激な上昇が見られた。いずれも EMP 攻撃を受けたことを示唆するに十分なもの。つまりこのボンプは俺と同じ被害者で、事件を起こした奴は他にいるってのか？正解。ええ、これが私たちの導き出した事件の真相です。
なんてこった。俺が短気なせいでさっきはひどいことを言っちまった。すまねえ、お釣りとやら。お前に濡れ衣を着せちまったこと心から謝る。この人も怒ってただけでいい人だったんだな。ジャンカンさんたち、こいつを引き起こした犯人は誰なんだ？もう捕まえたのか？安心してください。今局の方で六分街の監視記録を調査しています。犯人が見つかるのは時間の問題ですよ。犯人は今日だけで EMP 発生装置を何度も使用しています。複数の事件現場に共通して映り込んでいた人物を調べればかなり絞り込めますから。ん？なんだこれ。主演治安官、ご依頼のあった監視記録の調査が完了しました。これまでに該当する不審人物は1名。現在通りの出口付近で追跡中です。尋問を行いますか？確保次第すぐにやってください。了解です。申し訳ありません。うわ、無能。現在そちらの方へ向かっているものと思われます。先輩、急ぎ捕らえましょう。リンと一緒に包囲に取り掛かったシュエンさんとチーン、これ読み方がわかんない。振り仮名を振ってくれ、頼む。あ、猫！お？止まらないと発砲する！こちら主演班、容疑者はホローへ逃走。引き続き追跡する。ねえ、耳になんかあったよな。頑丈なやつよ。手加減無用であった。状況は？犯人はホローに逃げた、うん、後を追います。二人は避難を。お兄ちゃん、こっそりついてっちゃおう。数分後、ビデオ屋の工場、工房。お兄ちゃん、主演さんとチンイはもうホローに入ったよ。主演さんたちなら犯人を捕まえられると思うけど、一応私たちもホローに入って様子を見とこう。何か役に立てることがあるかも。僕たちだって見過ごせないからな。ああ、あの犯人を見過ごすわけにはいかない。あいつ猫投げやがった。もしかしてお兄ちゃん怒ってる？あの犯人のせいで私が事故に遭うところだったから。それも私のことは抜きにしても、今日だけで六分街にいろいろトラブルを起こしてくれちゃってるんだから、きっちり落とし前はつけさせないとね。お兄ちゃん、準備できたらいつでも出発できるよ。私やみんなのために怒ってくれるのは嬉しいけど、主演さんとチンインは治安官なんだからね。フォローでは二人に見つからないようにしよう。お兄ちゃん、準備ができたら出発していいよ。フェアリー、主演さんたちの助けになるものがないかどうか注意しておいて。でもお兄ちゃんの安全を最優先でね。助手2号、私が持つフォローの情報は治安局が発行している臨時キャロットなどよりもはるかに完璧であり、比べ物にならないくらい効果的にフォロー可能です。ところでこれだけは言っておきます。治安官が前回行っていた、言葉による警告は極めて低効率です。まずはターゲットの脚部を打ち抜き。お前もお前でちょっとな問題あるな。フェアリー、治安官は容疑者相手でも軽々しく武力を行使しちゃいけないんだよ。ましてや発砲なんてもってのほかなんだから。まあそういう意味では逃げるのがうまいやつを捕まえるならフォローは持ってこいかもね。操作、見えない助っ人。おん、主演が使える。主演は君なん、これ、なん、これ主演のなんかこれ、どういうのか見れねえの？こいつでぶん殴る。おお。おお。すんご。
戦地は西へ続いておる。次期局のキャロットが向こうに、あやつが迷う前に捕らえるも得策。ええ、追いましょう。すごっ、銃マスター。ドミネーターでもあんな変化せんぞ。指示を受けました。治安官の主演と陳意が逃亡犯を捕まえるのに協力します。前方に複数の生体反応を検知、援助が必要なターゲットと推測。あなた様の小柄な体格を利用して静かに近づき、適切なタイミングで手を貸しましょう。罪を認めて投降しなさい。お兄ちゃん聞いて、あの人たちはすぐ下だよ。お、なんか出てきた。こっちは、あー、これはここまでと。おーん、これ、おー。な、これ、なんか意味あんのか、これ。待ちなさい。もう追いつかれるじゃん。これでも食らえ。これは、EMP。先輩、ごめんって。エーテリアスが近づいてきます。EMP に引き寄せられたか。まずは応戦であるな。なるほど。今のうちに近づいて見てみよう。で、ここにはこれがあると。ドーン。主演がどういう感じのやつなんだ？なんか銃キャラっぽいんだけど。おー、いいですね。モーション見ようよ。すぐ先にエーテリアスがいるぞ。お、すごっ。大丈夫ですよ先輩。おお、弾薬一式フルで持ってきてますから。おお、さすがは優等生。そのおお、憂いなしであるな。備えたせいで憂いが現実になった気もしますが。すごっ。エッチエッチ、ここエッチ。ちょっとサムネにするかも、ワンちゃん。ここちょっと待って、いい感じに。エッチポイントだこれ。おお、なるほどね。蹴りかまして、銃撃って、殴って、蹴って、銃撃って、殴って、銃撃つ、蹴って銃撃つか。おー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 おおおこのキャラやべえ、操作してるだけで楽しい。ドーン。あー、これ爆発するやつやんけ。はい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 、ドン。あ、電気のやつ見ときゃよかった。はいはいはい、これでいけるかな。ドンで、これで、おお、照準よし。てかこれスキルはどんなもんなんだ。おー、かっけえ。最高にかっけえな。スキル。おお。なんだ。え、なんか出てきてなかった今。おい。なるほどね。回避は結構シンプルな動きなんだね。おお。かっけえ。はい。ちょっともう一回。おお、やっ、出てきてる。なんか出てきた。やべ、名前が俺一生覚えられん人。これこのクエストだから出るってこと？それとももうこれ一心同体？ドーン。はいはい、ドッカーン。これさ、集結スキル見るか。フン。 FT 解除、砲は攻撃。おお、すげえ。ムービーであったやべえ変化するやつだ。絶対ドミネーターだろうこれ。
全てのエーテリアスを相当完了。まさかあの EMP 発生装置、電子機器だけでなくエーテリアスにも効果てきめんとはな。次から次へと現れおって、ここであやつを逃がせばまた何かやらかさんとも限らんぞ。ええ、犯人は五金製の品を持っているわけですから、犯罪組織との関わりも少なからずあるでしょう。必ず彼を捕まえて背後関係を洗う必要があります。地面に残っている痕跡を調べますね。犯人は一体どっちへ逃げたのか。見なくともよい。あやつは右だ。先輩、どうしてわかるんです？立つ鳥は後を濁し、蛇の道には蛇の灰跡。位置を見て銃を知れば千里とて追えよう。これは遥か先祖より伝わりし技術。どうだ、主も学びたくなったであろう。なんかいいところの人か、この人。待ってください、メモしますから。もう一度お願いします。なぜ犯人が右に逃げたと確信？クソ真面目やな。良いか、立つ鳥は後を濁し、蛇の道には蛇の。あの、もう少し分かりやすい言い回しにできませんか？先輩のそれじゃ感覚だって言ってるのと変わりませんよ。感覚で間違いはないぞ。我の右手は先ほどから何やらピリピリしておる。先輩の体に EMP の影響がそんなにも。大丈夫ですか？体には触りないが、主演よ、あやつを捕らえたらうんと厳しく罰してやるぞ。あらゆる点で一刻も早く捕まえないとですね。それは間違いありません。一方その頃、あの EMP 発生装置ってほんと厄介だね。お兄ちゃん、イアス、気をつけてね。そうだよな、俺が食らったらダメだもんな。主演さんとチンイーが犯人の捜索を再開したよ。私たちも出発しよう。先輩、ここなら通れます。通れますって。壁の上に穴があるけど、ポンプじゃ手が届かないよ。この装置を修理できれば方法が見つかるかも。ここには何があるんだい？何もないか。破損した回路の内部にアクセスしました。マスター、故障の原因を検出。回路の断絶、回路の部品に触れて位置を変え接続してはどうでしょう。回路の部品をいじってみ。回路が復旧しました。で、押してそこが、え、なんだこれ。ポン。よし、余裕で追いついたね。どうしてまた追いつかれた。ここを通れると思うな。扉が閉ざされた。叩き壊すしかあるまい。お兄ちゃん、扉のスイッチが近くにあるよ。向こうに行けば修理できるかも。これはこれに乗るしかないのか。先輩、今何かが飛んでいきませんでした？あ、やっべやっべ。これか。あ、違う、これ繋がっただけだわ。こうしてこうして、ここはここはもうこれか。で、これどうするんだ。え、そこはもうそうだよな。もうこれどうすんの。え、どうすんだこれ。ここじゃねえ。え、これどうすんの。この上とか。ああ、これ場所で違えんだ。さっきと同じように回路を接続してみよう。ここ OK。 で、ボタンポッチで開くと、扉が開きました。すごいですね先輩。
はて、力は一切入れておらなんだのに。ん？無事解決だね。私たちも追いかけよう。EMP の雷王はエーテリアスを引き寄せてしまう。知ったことか。あの人たちはこの先にいるよ。ここ一方通行のところが多くてちょっと行きにくいな。こうしてこっちに行くのか。こうしてここには EMP を使った痕跡があるよ。こんなのお手の物だよね。3つになっちゃった。早く修理しよう。ここ1回押す。1回こうして、こうこうだ。 OK。 でこういって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 こうで取って押し OK。 でこれで3つ目だな。これでもう終わりか多分。俺を捕まえられると思うなよ。もう追い詰められてるやん。たかがエーテリアス1匹ぬるいぜ。ってめちゃくちゃいるじゃねえか。やったれ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 。ほっとけほっとけあんなやつ。いよいよ依頼は大詰めです。はい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 。容疑者の声です。これも使っちゃってポン。クレッター。はい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 、ドン。またそうやって意地悪を。意地悪じゃないよこれは。当たり前のことだよ。君が優しすぎるんだこれは。はい、ぐるぐるぐる。あれほどわめきのであればトン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 。先輩の怒り浸透なのは分かってます。それでも、はい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 、早く彼を助けましょう。あれやべえ、ポチポチしてるだけで楽しい。はい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 、ドン。なんやかんやこのクレタとクマのコンビが強えな。おお、でかいの出た。ここオッケー。よいしょ、ここオッケー。はい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 、ドン。よし、これで終わりなんじゃない？さすがにこれで削りきれんか。はい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 、もう一個もう一個使っちゃって、これでおーし、あーおーし、よいしょ、おーしまいっと。え、まだある？あ、お前か。なんだ、恐れる必要はありません。今、うわー、エーテリアス、エーテリアスだ、助けてくれ。そこの市民、落ち着きなさい。周囲のエーテリアスは私たちが片付けました。あなたは安全です。本当か？本当に全てのエーテリアスは、俺はもう安全なのか？まあ、お前らはさっきの治安官。まあ、今から留置所ですよ。どうした？ここまで追いかけてくるとは想像もしておらんかったか。いや、俺は随分抵抗したし、まさかこんなにエーテリアスがうじゃうじゃしてる中助けに来るとは。何をたわけたことを。
市民を守ることは我ら治安官の義務であろう。だが不義オオカリ氏はおのずと破滅を必定となす。主が必要に EMP を使わねば無駄に戦う必要もなかった。うん、その通りだが、なぜ陰を踏んだ？そこの市民、新エリートの現行法規に基づき危険な武器の不法所持および故意に他人の身体や財産の安全を侵害しようとした罪であなたを逮捕します。あなたの名前は？カルロ・モロンだ。ご協力に感謝します、モロンさん。あなたには黙秘権があります。フォローを出た後、あなたは弁護士に連絡するか公選弁護人協会の支援を受けることができます。先輩、では局に戻りましょう。先輩、どうかしましたか？辺りを見回して。バレた。実は道中我ら以外にも誰かがいるように感じておった。その感覚が今しがた突然ふっつり消えてな。それは倒しそびれたエーテリアスでも近くにいたのでしょうか？エーテリアスではなく、なんというかもっと小さくてすばしこいものだったような。だが我の錯覚かもしれぬ。何しろ今日は EMP に何度もやられた。さすがに少々体も応えたのであろう。主演よ、行こう。モロンを局に連行した後は六分外の皆に逮捕の顛末を報告せねばならぬ。真実は常に一つ。S。危ない危ない。チーンイ？ん？もうわかんねえや。の直感があんなに鋭いなんて、お兄ちゃんが近くにいるって感じ取ってたね。深追いしなくてよかった。とにかく犯人は捕まったし、やーっと一息つけるね。主演さんたちは犯人を逮捕したって報告しに戻ってくるよ。多分先に運転手さんやお釣りたちを探しに行くはずだから、私たちもそっちに行ってみよう。大丈夫か？今日のことは本当に二人のおかげだ。なんて感謝したらいいのか。気にしないでください。これが私たちの仕事ですから。後で皆さんには治安局より保証について連絡が行きますので。主演さん、チンイ、お帰り。その様子だと犯人はもう捕まったみたいだね。ええ、彼は局に連行して初歩的な取り調べも終わったところです。犯人の動機は？その犯人、この辺りで事件を起こした動機は何だったんだい？それがまあ、なんともお粗末な動機で、 EMP 発生装置を使って単に車を盗もうとしたみたいなんですが、操作に不慣れだったせいで予想外の結果をいろいろと引き起こしてしまったんだとか。でも主演さん、確か EMP 発生装置って都市じゃ持ってるだけでダメなやつだよね。犯人はどうやってそんなものを手に入れたの？犯人はとあるホロー強盗団のメンバーです。供述によると、この組織は EMP 発生装置を違法に製造し、車のセキュリティに特化した改造を施していたとのことでした。なるほど、なるほど。その強盗団の罪状を明らかにするためにも、犯人にはもう一度しっかり取り調べを受けてもらわねばな。安心せい、治安局は決して悪事を見逃したりはせん。ただこれ以上は調査の内容を公にできぬ。そこは分かってくれるであろう。まあ、事件の状況はこんなところです。私たちもこれから取り調べに参加するので、今日はもう戻ります。治安官の嬢ちゃん方、待ってくれ。お、これは見直してアンケートを受け取ってくれるパターンの。トップ大将、事件について他にも聞いておきたいことがありますか？いやいや、その辺はもうきっちり教えてもらった。実は俺と近所の連中からお前さんたちに言いたいことがあるんだ。治安官のお二方、今日はお釣りの疑いを晴らしていただいたばかりか、
犯人が今後もたらすであろう被害の芽も摘んでくださったこと、誠にありがとうございました。今朝の非礼についてもお詫びさせてください。先ほど近所の皆さんと相談して、治安局が土曜日に開催するという講習は参加することで一致しました。来た。いやー、こういうね、こういういい人がいいことをやってね、ちゃんといいことが返ってくるのはちょっと本当に心が洗われるね。私たちが記入したアンケートです。どうか受け取ってください。え、本当ですか？ああ、俺たち住民の防犯意識を高めるってんだろ。みんなで聞きに行くのも悪かね。それに聞いたんだ、ジョーちゃんたちがここでイベントの準備をしてんのはブリンガーの野郎の命令なんだろ。俺たちがあいつに不満があるからって、お前さんたちできる治安官のお仕事を邪魔しちゃさすがに道理が通らねえもんよ。過分なお言葉です。市民の安全を守るのは私たちの責務ですから。でも皆さんが講習に参加してくれるのなら、それはとても助かります。治安官さん、俺にもアンケートをくれねえか。俺もそいつに参加させてくれ。ゲール、お前もよく言った。もうお前、会社のみんなも全員連れてこい。よかった、どうにか全部丸く収まったね。ふんふん、これすなわち無心で枝刺す柳、図らずも木陰をなす。しばらくしてから主演さんと青でいいや、青は離れ、野獣馬は離れちょっと待って、野獣馬も去っていった。おついを円蔵おじさんのところで検査してもらっているうちにすっかり夜が更けた。今日はたくさんのことがあった、時間も少し早く寝よう。いやー、たくさんのことがあったね。いや、今日はここまでかな、さすがに。ちょっとね、コントローラーがさ、なんか左に動いちゃうんだよね。ちょっとこれ壊れたのかな。ちょっとまあ普通に操作してる分には全然いいんだけど、止まった時にちょっと動いちゃうからさ、もうこれ以上ひどくなってプレイにちょっと影響あるんだったら、さすがに買い替えもね、検討せんといかんから、まあこれ以上ひどくなってほしいな。ひどくなってほしいな？ん？違うわ。ひどくならないでほしいな。まあ、今日はここまで。次回。どっちだ？多分選挙か、ニコの方がどうなるか。まあ、どっちかわかんないけど、多分どっちかが、やると思う。さらば。